こんにちは、ノックさん。なんかいいじゃないですか。なんか一般公開動画はね、ちんぷんかんぷんでわけわかんなかったんで、限定公開の方をね、ちょっと見せていただいたんですけども、なんか楽天に無料で掲載していただけるエキスパートっていうのがある。もうこれだけで私もね、あ、いいなと思いましたね。楽天っていうのは掲載料結構かかりますもんね。で、今回は無料で楽天に掲載されるってことだったんで、なんかそれだけでこれ結構押していけるんじゃないかなと思います。すごいですね。これで、ノックさんも掲載何かされてるのかなと思いますけども、なんかすごいこれは強みになるんじゃないかなと思いますね。で、今、先行会員の、モニター会員の時期なんですかね。これもだから、モニター会員が終わると、会員がこう2000円ぐらいになるっていうことだったと思いますけども、それまでは無料で参加できるんだったら、値段書いてなかったんで無料かなと思いますけども、これもいいですね。私が一つ分かんなかったのは、ガチャ機能ってのなんだろうなと。ガチャ機能ってのは初めて聞きましたね。ガチャ機能ってのは何なんですかね。ちょっと検索して調べてみましょうか。ガチャ機能、にゃんこ大作戦、ガチャ機能、ガチャ機能。日本のガチャシステムはもう古い。なんだ？検索しても出てこない。ガチャとは、自動販売機のハンドルを回す音からカプセルトイのこと。スマートフォンのソーシャルゲームなどでアイテムを抽選によって購入、取り組み、ガチャ機能ってのは要するに抽選機能ってことですね。私これ本当恥ずかしいことながら、これ皆さん知ってるんだ。ちょっとだいぶ遅れてますね。でも検索してもこれ1個しか出てこないな。珍しいな。でもね、ノクさんの動画を見て分かったのは、エキスパートっていうところに、そういうサービスは楽天に無料で掲載されるってことと、先行会員は今のところ無料で参加できるってことなのかなと思いましたね。で、今はそのネットワークの仕組みで募集してるけども、将来的にはネットワークをやめて、シングルレベルマーケティングになるから、このアフィリエイトがかけられるよっていうことだったかなと思いますよね。いや、私この3点を、動画見て聞き取って、これはいいんじゃないかなと、かなり広がるんじゃないかなと思いましたけども、肝心のコンシェルジュサービスっていうのは、どういうふうに使えばいいのか、なんか事例はたくさんありましたんでね、これもまた興味深いなと。そうですね、確かにアッパー層向けのコンシェルジュっての今まであ、ありましたけども、一般層向けのコンシェルジュってなかったと思うんですよ。だから結構いいのを参加してるなと思いましたね。コンシェルジュが一般層向け、楽天に掲載が無料で、現在のところ参加は無料でモニター会員になれるというところで、あとガチャ機能っていうのはね、今ここで覚えましたけども、抽選機能がつくアプリが搭載されるってことだったかなと思いますよね。いや、これいいじゃないですか。 ということで、話してよかったのかどうか分かりませんけども、どこどこの会社のどういうシステムがこうですよって言ってるわけじゃないんで、許容範囲かなと思いますけども、もう私がこうね、限定公開動画を見たところ、おお、これはいいじゃないかって感じになりましたね。そういうことですね。ノックさんがね、こういうのをやっぱご存知で、それを参加していらっしゃるのはかなり先見の明があるなと。これから会員数がぐーっと伸びていってね、150万件以上にこうね、登録がなっていくってことで、現在は、そこまで150万件はとてもないということなんで、伸びしろも期待できるなっていうこともありますしね。もちろんどのぐらい伸びるのかってことは、これは個人個人の判断によってこう予測が変わってくると思うんですけども、150万ぐらいは、1000万ぐらいはいくんじゃないかなって気がしますね、このサービスなら。今はずっと楽天とかに有料で掲載されてることが全部移ると、そのぐらいいきますからね。すごいサービスされてるんじゃないですかね。今回いいじゃないですか。ぜひね、この動画見てる方で、これいいじゃないかと思う方はね、思うでしょ、これ。すごいっすよ。すごいと思います。なんか今回はね、本当にこんなサービスがあったのかっていうことがないですね。私もね、クレジットカードでコンシェルジュ3件受けてますけども、これも結構便利だのと、あと私個人的にコンシェルジュサービスね、といっても頻繁に使ってるわけじゃなくて、本当に数回しか使ってないんで、月に1回は使わないなって感じですかね、私自身。でもすごくコンシェルジュサービスって便利ですよ。
使われたらね、その快適さにものすごく気づくと思いますんで、これからコンシェルジェを考えていらっしゃる方は、ノクさんの言われてるね、このサービス使われるといいと思いますね。これはね、もう絶賛の動画になりました、本当に。よくね、こういうサービスとかビジネスを紹介する人がいたら、あ、これはどうなんですか、こういう場面はどうですかとか言ってね、ありえない場面を想定していやらしい質問をしてくる人がいると思いますけども、私もね、以前はそうだったかもしれませんけども、いや、なんかいいところばっかりしか今回は感じれないです。もしかしたらね、デメリットもあるかもしれませんけども、そんなことはね、今全然見えてこなかったんで、これはもう一見の価値あるんではないかなと思いました。そんなね、ノクさんの情報に拍手の動画でございます。本当良かったです。ありがとうございます。それでは一旦失礼します。